クリームのキャップが取られてる猫に。また後で探さないと。57番の夕方配信にも現れなそうでした。57番夕方夕方はな、多分あやみあれ言ってないかも。お昼配信を2回行きました。ショールームクマは落ちてるけど無事。落ちてはいたわ。めっちゃ行くっていうかさ、あれだよな、 iPad でずっと見てはいてん、あの配信切ってからも。そう、ほとんどずっと見てたから、なんか準備しながらのラジオ感覚で、だからいつも悩みのなんか朝配信みたいな感じ。でやってました。新公園、あ、ね、新公園楽しみですね。早く見たい。だってさ、もう全曲オリジナルやからさ、わからんやん、瀬戸里の曲名とか言われましても、あ、どんな曲みたいな。が気になる普通に。めっちゃ特別な大義曲全然できてなくて、それが可愛かった。そこも可愛い。とはあれね、もう受かるかどうかならないと、あやみたちはもう分かりません。怖いなそれ。だってさ、受かるまでにさ、受かるのも含めて2個審査があるわけやん。ショールームが受かってからも最終審査、そもそもショールーム部門が受かるかと、あとはあの最終審査が受かるかやんか。ドキドキするね。どんな子が入ってくれるかもそうやし、なんか見たことあるって子も入ってるんかなっていう。ショールームの結果ってどんぐらい？
え、どんなんやろな。ショベルバ部門1位2位はさ確定やんか。それ以外はどういう基準で選んでんのかな。全ちゃんは暫定1、あ、暫定1、2位誰って言っけ。と、あれやんな、1位、2位プラタと、金だるま王、金だるまやつっけ、タコさんやったっけ、あ、金タコか。金だこ王みたいなのも、なんか金だこが一番多く投げられた方も、最終は決定やんな。ヒョウ柄タコか、金タコじゃないのか。あやみは選ば、あやみはな、あやみん時はあれやな、まだ参考程度やったもんな、ショールームは。それこんな初めてショールームで決まりますっていうのはさ、初めましてやん。初めてショールシーさん覗いた、覗いた。みんな可愛いでしょ。ロロちゃん、あ、兄ロロちゃんか。金だこはたこ焼きやね。じゃあ今金だこがいっぱいやからさ、ちょっと どっちやったっけってやつだ。そう。66番ちゃんが 2位やから最終審査は確定で小学生がいる。それが分からない。その後は分からない。57番ちゃん最後号泣しながら応援してくれた人のお手紙にバイバイの会社されて、かわいい。いつぐらいやろな。だいたいあって昨日終わって今から3週間やから1ヶ月ちょっとは空くってこと。うん、わかんねえ。6月にはなるってことかな。合格発表は6月初めかくらいけど、でお披露目がいつやろな。そう、今日は愛香さんの20歳誕生日。5月、今日何、5月じゃない。だからレーボンニの子が、おお、リボンちゃん。写真整理してたら候補生じゃん写真出てきた。嘘、いいやな。ちょっとまだね、顔が今と違いすぎる。あやみはヶ月後ぐらい。お披露目はそんぐらいかな。何月今じゃあ7月ぐらいかな。もしかしたらコンサートでお披露目も全然ありえるかもしれへん。7月ぐらいやろ、だって予想やけどな、マジで。だって去年7月にコンサートだったもんな。
確かにイベントでもあんのか。次さん自身さん、あでもえ？待ってどういう感じなん今回。待ってどういう感じ、え？マジでわからない。三次審査ってことは、最終セレクション前ってことやんな。え、なんか今日今回って全然わからへんな。楽しかったから9期のも見とけばよかった。ああ、ハチは8期生さん、そう8期生さんから始まったんか。そういえばショールームのあれがで9期生10期生か。8、9期生は宇宙課題で5ヶ月でお披露目。2月29日やんな、募集終わったんって。あ、じゃあ大、あ、じゃあもう7、8月か。ゲーム前回ぶち切れしょむしさ1だった子っつってた。さあ、あれじゃない、おしゃべりとかファンの方へのあれはすごくいいけど、ダンスとかもさ、まあ多分まだ見てないやん、ショールーム審査の時って。だからかな、ダンスとかも含めて。今年も候補生がいいくらい。え、でも多分さ、候補生のうちの時にコンサートないと思うねんな。あったらもうすでに発表されてるはずやし。だからお披露目とかかな。ショールームは参考程度じゃなくなったな。うん、あの前まではそうやったけど、今回はショールーム部門っていうあれになって、それで受かるかどうかも決まってくるようになった。でショールーム部門じゃない人はまた別の何かがあるらしい。1,2 はセレクションに進める層だけやけど長いよな。あと さらにセレクションを頑張って、ほんで最終審査やって合格までやから、ああ、そういうこと。8期のは見てなかった。今回のが楽しかったから8期も8、9期も見とけばよかったってことね。
ケーキの時あゆみちゃん見つけきれんかったら悔しすぎてありがとうございます。でも今見つけてくれた。寺さん、あ、でドラフトとか面白そうやな、なんか見てて。そう、あみたちはさあ運営さん側の審査で決めてるやんか。あとはカマカリンさんとかドラフトってあれもキャプテンの運もかかってるし、くじ引きやってどんなやったっけ、あ違う、キャプテンの運がかかってるからな。まあでもそれもそれに行くまでも自分の実力やからあれやけど。キューキーが先輩になるって不思議な感じ。確かになんかキューキーはめっちゃにぎやかでうるさい後輩って感じ、元気な感じがする。あやみでもイメージ的には、まあ最年少が2人もおるしな。あ、285日出てた、いつの間に。え、そうそう、全然キューキーでもショールームしないゴール。でも多分ショールーム部分から何人かしてない、ショールームしてない子から何人かみたいな感じだ。じゃあ最終顔出しさんって最終日だけ、そう最終日だけよ、最後の最後の。しかも朝と夜やってんけど、その夜だけ。しかも「ハミのサムネだけラジオ配信聞いててよ」お前な、そうやんな、懐かしいな。だってもうあれはあれやろ、え、一昨日ぐらい、おとといは早すぎな、去年、ん、まあいいやまあでもめっちゃ前ってのは確かにからね。ちょっとそろそろ終わりましょうかな。セミプロの7期、人柄の8期、にぎやかな期。7期、8期、7期、8期生、9期生と、この 3期生、何 ?3 つの期生だけのさ、全然ちゃうよな、キャラが。なんか、もう7期生さんは、先輩って感じ。キラキラーって感じ。で、8期生さんは、もうお花が舞ってる。もう、不安みたいな。でキウキは、なんかもうイメージはオレンジって感じの賑やかな。やったやった、待って、コンサート行きながらのライブ配信、ライブ配信じゃない配信やった、ラジオ配信。今日はイギリスの旅行に行く予定だって知ったが、当たらなかったので諦めました。ちょっとあれで見といてあげましょう。あの、DMM で。19のカラーでいいのかな。あゆみたちのキウキの公式のカラーは、一応緑なんですよ。薄い、なんかミントみたいな、ミントみたいな緑なんですよ。で、10期生はどうなんのかな。でも3期生もう色の割り用意しようないってなったら、最悪
なんかもう3期生さんがいなくなってしまったから、その色を使うしかなくなってくる。そんな感じで回してんのかな。でもまだ9やろ普通。なんか12色くらいあるやんなんか色クレヨンとかでも大体12色やん。まあ黒とか白がまだ、黒とか白使えへんけど、赤とか、ああなんか薄めの赤とか来そうやな。じゃあちょっと誕生を呼んで終わりたいと思います。いきます。13位イコモユルさんありがとうございます。12位ヨッシーさんありがとうございます。11位花山さんありがとうございます。11位ツチノコさんありがとうございます。9位なるさんありがとうございます。8位よもくんありがとうございます。7位のらしんのすけのすけさんありがとうございます。6位さとくんさんありがとうございます。5位アルミカンさんありがとうございます。4位ひがなおさんありがとうございます。3位風呂敷さんありがとうございます。2位たかまささんありがとうございます。そして1位はなつきちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではありがとうございました。明日もね、配信よろしくお願いします。明日も配信7時からなので、はい、よろしくお願いします。おやすみやって、おやすみありがとうございました。行ってきます、行ってきます。頑張りましょう。バイバイ。ありがとうございました。